もしやあれは黒き月。私も詳しいことは知らぬ。ただ以前シャトヤン様から聞いたことがある。黒き月とは人にあだなすロストテクノロジー、自己増殖を繰り返す自動機械。シャトヤン様はそうおっしゃっていた。黒き月か。とりあえずとてつもなくヤバい存在だということだけは理解できるぜ。たった一撃、それもかすめただけで都市衛星ファーゴを破壊させたんだからな。詳しくは分かりません。ですがここからでも確認できるほど惑星表面が大きくえぐられています。これではたとえ直接攻撃を受けなかった地域でもその衝撃波だけで壊滅的被害を受けたのではないかと。言いたくはないが絶望的だろうな。通信が入りました。都市衛星ファーゴからです。こちらファーゴ第二宇宙港管制室。エルシオールとエンジェル隊を指揮しているのは誰じゃ？おお、タクト。あの混乱の中エルシオールに乗り込んでおったとは。すべての宇宙港が被害を受け、中央管制室も沈黙しており、港の中の無事な宇宙船を逃がすので精一杯じゃ。ファーゴの市街区も先ほどの攻撃でほぼ全滅に近い状態じゃ。その怒りはしばらくとっておけ。今周辺の各惑星から友軍が接近しつつある。それよりタクト、シバ王子の所在を知ってはおらぬか？案ずるな。私ならここにいる。なんとよくぞご無事で。じゃったか。いやー、よくやってくれた、タクト。司令、エオニア軍が動き始めました。反応、急速に増加中。あの黒い巨大建造物から次々と無人艦が現れてきています。他にも初めて見るタイプも混じっているようです。新型か。今度は何だ。現在データを解析しています。エオニア軍ファーゴに向かって接近中。これじゃキリがないぜ。どうするタクト。それはならん。早く逃げるんじゃ。シバ王子がおられるとなれば話は別じゃ。エオニア軍の集中砲火を浴びるエルシオールに王子を置いておくわけにはいかん。ルフト、ファーゴの人々を見捨てろというのか。そうは申しておりません。
幾分困難にはなりますが、避難できる可能性が全くないわけでは。それが見捨てることだというのだ。マイヤーズ、ファーゴからの避難を援護して戦え。これは命令だ。ならんぞタクト、シバ王子を安全なところへ。それでよい。奴らをファーゴに近づけるな。タクト、ここまでシバ王子を乗せてきた船ということで、エオニア軍はただでさえエルシオールをマークしているでしょうし、私はもう何も言うまい。エオニア軍の足止めを頼む。くれぐれも無理はするなよタクト。必ず生き延びてまた会おう。わかりました。行きましょう。